けられない。私の番ですね。任せてくれ。俺の番だな。さてと。俺の番だな。よし、行きます。行きます。行くぜ。こんなもんかね。セイフィア。敵先生、気をつけてください。分かった。
っしゃ。ちょろいぜ。俺の番だな。
う大丈夫だ。行きますよ。ファイヤー！
ですね。目標を撃破します。任せろ。任せて。援軍駆動。やっ。ザルス、行くぞ。やっはっ。よし。よっしゃ。うまい。援護します。助かります。ありがとう。行くぞ。行くぜ。任せて。そちらで砕け散れ。行くぞ。よし。させるか。行くぜ。行くぞ。させるか。
さあこいつはどうだい。はあ、クリムゾンゲイル任せてくれ。やったぞ。
この音は鐘が共鳴している。ひょっとしてこの共鳴音が場を作っていた原因かもしれません。何？どういうこと？詳しい原理は分かりませんが、この鐘を中心に何らかの力場が遺跡全体を包み込んでいるのが感じられます。ですからこの共鳴を止めれば、あるいは何かが収まるかもしれねえってか。どうする総長、鐘の共鳴を止めてみるか。ええ、やってみましょう。ロイドさん、ランディ先輩、手を貸してください。同時に鐘を押さえてみましょう。よし、来た。合点承知だ。青空が戻ってきやがったぜ。遺跡全体を包み込んでいた力場も消えたようです。ひょっとしたら内部も何か変化があるかもしれないか。よし、中に戻って確かめてみよう。ええ。差し込んでる。どうやら化け物の気配もしねえみてえだな。ああ、下に降りてみよう。時、空、幻の属性が働いている気配もなくなりました。どうやら普通の空間に戻ったみたいですね。そうか。しかし一体どういうからくりなんだ。あの鐘の共鳴に何か原因がありそうだけど。そこまでは私にも。ただあの鐘が何らかのアーティファクトである可能性は高いかもしれませんね。アーティファクト？1200年前に存在していた古代ゼムリア文明の遺物のことね。不思議な力を持っているらしくて、教会が管理しているそうだけど。ああ、たまに噂で聞いたりするぜ。どこぞの貴族が隠し持ってたヤバい力を持っている遺物を教会が調べて没収したりとかな。そんなものがあるのか。私も知りませんでした。何しろ現代の技術では一切解析が不可能だそうで、そういう意味でも一般の人にはほとんど知られていないようですね。いずれにしてもこの遺跡についての手がかりは十分すぎるほどつかめた気がします。これ以上は報告書をまとめて専門家に調査を依頼した方がいいかもしれません。そうだな。まあそれが妥当かと。そんじゃ遺跡の調査はこれで切り上げるとするか。ええ、皆さんご協力ありがとうございました。これにて遺跡調査の任務を完了したいと思います。しなかったわ。お疲れ様でした。それにしてもあの鐘一体何なんでしょうね。それにあの化け物たちも一体。塔も不思議な場所だったけど、この僧院はそれ以上だったな。それと礼拝堂の裏にあったあの不気味な儀式の魔か。ええ、正直教会の遺跡にしてはあまりにもまがまがしすぎると思う。
500年前一体何があったのかしら。ま、そのあたりは専門家に任せて、俺たちはとっとと帰ろうぜ。テーマパークにあるホラーハウスを10回くらいはしごした気分だぜ。そうですね。それじゃあ停車している車両のところまで戻りましょうか。ああ、そうしよう。敵集団との戦闘を開始。よし。
この後どうしますか？まだ時間もありますし、どこへでもお送りしますよ。そうだな。せっかくだからお言葉に甘えましょうか。あった、通信か。妙なタイミングでかかってきやがるな。はい、特務支援課ロイド・バニングスです。今どちらにいらっしゃるんですか？ああ、マインツ山道の途中にあるトンネルだよ。実は君のお姉さんと一緒に遺跡の調査をしてたところなんだけど。あ、はい、お姉ちゃんから話は聞いてます。調査の方は無事終了しました？ああ、一応はね。お姉さんに言おうかい？だったら変わるけど。違いますよ。それだったらお姉ちゃんのエニグマの方にかけますし、その実はロイドさんたちに問い合わせの連絡がありまして。問い合わせ？市民からか？いえ、マインツの町長さんなんですけど、何でもロイドさんたちに相談したいことがあるそうで。へえ、珍しいこともあるもんだな。どういう内容の相談だ？何でも鉱山町の人でクロスベル市に行ったまま何日も帰っていない人がいるらしくて、その相談ということみたいです。なるほど、ちょっと気になるな。わかった、ここからマインツまで近いし、早速町長さんを訪ねてみるよ。ちょうどお姉さんが俺たちを送ってくれるらしいし。遠慮なくこき使ってあげてください。それじゃあ先方にはそのように連絡しておきますね。フランからですか？ああ、と言っても支援課の仕事の話だけどね。なるほど、マインツのビクセン町長の依頼ね。街に出たまま何日も帰ってこない人ですか？すぐ近くだし、こっちが出向いて話を聞いちまった方が早そうだな。ああ、そう思ってさ。それじゃ総長、鉱山町まで送ってくれるかな？ええ、お安い御用です。乗りますか？はいはい、到着しました。到着しました。さすがにあっという間に着いたな。早速町長さんに詳しい話を聞きに行こうか。だな。確かまっすぐ進んで突き当たりにある家だったわね。失礼します、特務支援課の者ですが。おお、待っておったよ。わざわざ来てくれてすまない。本当ならこちらから出向こうと思ったんだが。いえ、近くで他の仕事があったついでですから。それで早速話を伺ってもいいですか？ああ、座ってくれたまえ。すぐにお茶でも入れますね。なるほど。ではそのガンツさんという行員が2週間前にクロスベル市に行ったきり帰ってきていないと。ああ、そうなんだ。
とにかく大のギャンブル好きでね、それまでにも週末のたびにクロスベルの歓楽街にあるカジノに遊びに行っていたようだが、それが何の連絡もなく2週間も帰ってきてなくて、何かあったんじゃないかとみんなで心配しているんですよ。確かにそれは心配ですね。何かの事件に巻き込まれたか、それとも帰れない事情があるのか。町の外に出て魔獣に襲われたとかじゃなければいいんですけど。そういやその行員がギャンブルで大勝ちした可能性はあるんじゃねえか。それで今頃ミシュラムあたりで女連れで豪遊してるとか。いやランディじゃないんだから。でも可能性としてはありえるかもしれませんね。残念ながらその可能性はないと思うんだがね。それはまたどうして。ギャンブル好きだけど根は真面目な方なんですか。お世辞にも真面目とは言い難いが、ギャンブルについてはとにかく下手の横好きでね、おまけに月も勘もないから毎回有り金のほとんどを吸って帰ってくるくらいなんだ。なるほど。確かに宝くじなら大穴もあるが、ギャンブルだと実力もないと大儲けは難しいかもな。では町で借金をしてそれが返せずに失踪とか。そうね、可能性としてはありえるかも。実は私たちの方もそのあたりを疑っていてね。もしそうだった場合どう連絡を取ればいいのか。わかりました。この件はお任せください。とりあえずカジノをはじめガンツさんの寄りそうな場所を聞き込みしてみましょう。ありがたい、どうかよろしくお願いする。何かわかったら私の家に通信で連絡してもらえるかね。ええ、それでは番号を控えさせていただければ。もう夕方か、そろそろクロスベル市に戻った方が良さそうだな。そうね、今日中に聞き込みくらいはしておきたいところだし。ノエルさん、お願いできる？ええ、お安いご用です。それでは車両のところに戻りましょう。今日は本当にありがとうございました。ご恩は近いうちに必ず返させていただきます。大げさだな。ま、なかなか興味深い体験をさせてもらったぜ。あの遺跡、総員についてだけど、一応クロスベル大聖堂に相談してみた方がいいかもしれないわね。そうですね、アーティファクト絡みであれば他にどうしようもありませんし。なるほど、わかりました。副司令と相談してそのあたりの対応は考えてみます。皆さんの方はこれから町で聞き込みですか？ああ、少なくともカジノは訪ねてみるつもりだ。もし警備隊の方でそれらしい情報があったらこっちに連絡してくれないか？わかりました。鉱山町のガンツさんですね。それでは失礼します。皆さんお疲れ様でした。お、そっちこそお疲れ。さてと、それじゃあ時間もないし、このままカジノに行ってみるか。ええ、そのガンツさんっていう行員の情報を集めないとね。そんじゃあ、とっとと歓楽街の方に行こうぜ。
そろそろカジノも夜もぶっか。そんじゃ適当に遊びながら例の行員の聞き込みでもするか。いやダメだって。潜入捜査でもないのに遊ぶ必要は全くないかと。とにかく従業員の人やお客さんに聞いてみましょう。ガンツさんの消息について何かつかめるかもしれないわ。へいへい、了解。おや、これは皆さん、ランディと一緒に遊びに来られたんですか？いえ、実は。ちょいとオーナーに聞きたいことがあるんだけどよ。行方不明？そんなバカな。今日だってうちに遊びに来て荒稼ぎして行かれましたが。本当ですか？しかも荒稼ぎって。おいおい、オーナー、人違いじゃねえだろうな。俺たちが探してんのはマインツの行員をやってる月も勘もねえ野郎だぜ。ああ、もちろんその方のことさ。2週間前になるか、久々に顔を見せたかと思ったら別人のように強くなっててな。おかげでうちのディーラーは負け続き、50万ミラくらい持っていかれてるよ。50万ミラ、かなりの大金ですね。おいおい、マジかよ。なんかイカサマをやってるとかそんなんじゃねえんだよな。私たちもプロだ。イカサマがあれば気づくさ。とにかく異常に勘が冴えてる上にありえないほどの月の良さでな。一体彼に何があったのかこちらも知りたいくらいなんだ。町長さんから聞いた話と随分違っているみたいだけど。あのオーナー、ガンさんは鉱山町にはずっと帰っていないそうですが、滞在場所はご存知ありませんか？ああ、それならすぐ近くにあるホテルに毎日泊まっておられますよ。それも確か最上階にあるデラックスルームだったはずです。あの高級ホテルのデラックスルームですか？おいおい、どんなお大臣だっつの。でも意外とすぐに消息が判明しましたね。ええ、早速訪ねてみましょう。もう日が暮れたか。とにかくガンさんと一度話をしてみないとな。ええ、向こうにあるホテルに行ってみましょう。デラックスルームは確か最上階にあったはずよ。カジノで大勝ちをして優雅にホテル暮らしかよ。ったく、羨ましいじゃねえか。ランディさん、そういう問題では。あら、お久しぶりね。ご無沙汰してるぜ。あ、なんだおめえらは。失礼します、クロスベル警察の者です。マインツのガンスさんですね。そうだな、おめえらどこかで見たことがあるような。え、というかこの人、軍用犬騒ぎの時に襲われそうになっていた行員さんの片方では。あの時の。そんなこともありやがったな。思い出したぜ、確かに警察のガキどもだったな。
この俺様に何の用だよ。その、実はマインツの町長さんに頼まれまして、あなたの行方を探していたんです。町長が俺のことを？一体何の用だってんだよ。あんた、こっちに来たまま2週間も連絡取ってねえんだろ。失踪したんじゃないかってえらく心配されてたぜ。それで私たちが捜索を引き受けたんです。なるほどな。よかったじゃねえか、ちゃんと見つかってよ。と言ってももう俺はマインツなんざ帰るつもりはねえんだが。そうなんですか。一体どうして。決まってんだろ、俺は手に入れたんだ、天才的なギャンブルの腕をな。腕や勘だけじゃねえ、女神の幸運も俺様のもんだ。誰があんな田舎町に戻ってせこい穴掘りなんぞやるかっての。そんな。おいおい、そのいいんですか、みんな心配しているんですから。せめて町長さんには連絡を。うるせえ、俺にさせてすんじゃねえ。もう一儲けしたらミシュラムにでも行くか。おい女ども、週末あたりにテーマパークに連れて行ってやるぞ。宝石店とブティックで何でも好きなものを買ってやる。本当ですか。楽しみにさせてもらうわ。ダメだな、あれは完璧に舞い上がってやがるぜ。ああ残念だけど、町長さんに状況を伝えるしかなさそうね。私たちが説得するというのも筋違いでしょうし。そうですね、本人の意思もありますし。ロイド、何か気になることでもあるの？いや、ちょっとね。もともと好きも勘もない下手の横付きでしかなかった週末ギャンブラー、どうしてこんなに勝ち続けることができるようになったのかと思ってさ。それは、確かに気になる。つうか、ぜひともコツを伝授してもらいたいくらいだぜ。ランディさんもギャンブルはそこそこ強いと聞いてますけど。調子がいい時はな。だが2週間連続で勝ち続けて50万ミラ稼ぐなんてのは無理だ。ま、ジャックみたいな凄腕の賭博師ならありえるかもしれんが。あれは小説の話でしょ。あら、なんだ、まだいたんだ。おいおい、ご挨拶だな。そうだ、二人とも少し話を聞かせてくれねえか。あのガンツって兄さんについてなんだが。別にいいわよ。何何、ひょっとして犯罪絡み？いや、そうじゃねえが、あの兄さんいつもあんな調子なのかよ。いくら酒が入ってるからってあまりに横柄すぎやしねえか。そうね、確かに最初の頃はあそこまで威張り散らしたりはしていなかったけど、そのうちどんどん偉そうになってたかな。まあうちらは客商売だからあんまり気にはしてないけど。そうか、あの態度は酒が入っているからだけじゃないってことか。それにしても彼ほんとすごいのよね。まるで伏せられたカードが見えてるみたいに勘が冴えてるんだもの。ルーレットなんて数字をピタリと当てちゃうし、ディーラーの人たちの考えも見抜いちゃってるみたいだもん。それはすごいですね。はあ、そこまでいくと勘というより超能力だな。なんでその力が俺に目覚めないんだっつーの。ガッツさんについては知っているのはそのくらいだけど。そんなんでもいいわけ。おう、サンクス。また暇な時にでも店に寄らせてもらうぜ。期待しないで待ってるわ。
それじゃ、またね。とりあえず町長さんに連絡を入れた方がいいんじゃないかしら。なあ、そうだな。もしもし、こちらピクセンだが。どうも、特務支援課のロイド・バニングスです。おお、あ、君か。ひょっとして何か情報でもあったのかね。いや、それが。なんと、そんなことになっていたのか。まさかあのガンツがギャンブルで大勝ちをして高級ホテルに泊まっているとは。さすがに連れ戻す説得まではできなかったんですが、一応報告だけでもと思いまして。いやいや、それで十分だ。そういうことであれば、明日にでも私が町に出て彼と直接話をしてみるつもりだ。ありがとう、本当に助かったよ。いえ、お気になさらずに。また何かあったら遠慮なくこちらに連絡してきてください。できる限りのお手伝いをさせてもらいますから。ありがとう、その時はよろしく頼むよ。町長さんはなんて？ああ、さすがに驚いたみたいだった。明日クロスベル市に来て直接話してみるってさ。ま、身内が話すのが一番いいかもしれねえな。ティオ、さっきから静かだけど何か気になることでもあるのか？いいえ、ただ今日はいろいろあったので疲れてしまったみたいで。そうか、遺跡の調査もあったしな。もう日も暮れているし、そろそろ支援課に帰りましょう。キーヤちゃんも待っていることだし。そうですね、キーヤの笑顔が見られれば疲れも吹き飛びそうな気がします。大げさだな。ま、気持ちはわかるけどさ。やれやれ、揃いも揃って親バカというかなんというか。そんじゃとっととキーボーの顔を見に帰るとすっか。Thank you.
ただいま。帰ってきた。おかえり。キーヤはいつも元気だな。うん、キーヤ元気だよ。ライドたちは遅かったね。お仕事忙しかったの？まあまあかしら。まあ今日は移動に車を使えたから、その意味では助かったかもな。ですね。ねえねえティオ、なんか疲れた顔してるけど大丈夫？ええ、大丈夫です。キーヤの顔を見たら元気になっちゃいました。キーヤ？キーヤ元気だからティオにお裾分けしてあげるね。スリスリ。あ、なるほどね。確かにそいつは効きそうだな。何よりの特効薬かもしれないわね。ありがとうキーヤ、元気出てきました。そっか。そういえば課長はまだ帰ってないのか？課長ならそこの部屋にいるよ。さっきお客さんが来てお話ししてるみたい。お客さん、こんな時間に珍しいな。どんな人だったの？おひげが生えたクマさんみたいなおじさん。課長は先生って呼んでたかな。ああ、イアン先生か。珍しいな、こんな時間に。一応私たちも挨拶した方が良さそうね。私は夕食当番ですから、そちらはお任せしておきます。大丈夫か？なんだったら夕食当番くらい俺が変わるけど。いえ、すでに下ごしらえは済ませてありますから。キーヤ、晩ご飯もう少し待ってください。だったらキーヤも手伝う。そうですか。それではよろしくお願いします。失礼します。おう、遅かったな。いや、お邪魔しているよ。やっぱりイアン先生でしたか。珍しいですね、先生がいらっしゃるなんて。ああ、セルゲイ君に少し聞きたいことがあってね。他の用事もあったついでに足を運んだというわけなんだ。他の用事ですか？ああ、端的に言うとキーヤの身元についてだ。もしかして何か分かったんすか？いや、残念ながらギルドにも依頼したそうだが、私もセルゲイ君に頼まれて他の可能性について調べていてね。残念だが、いや幸いというべきか、その可能性はないと分かったんだ。他の可能性ですか？ああ、数年前の話なんだがな、カルバード共和国を中心に子供が拉致される事件が相次いだことがあったんだ。子供が拉致？それって、詳細は省くがかなりのでかい事件でな、カルバードだけじゃなく周辺諸国にも被害が及んでいたことから国際的な捜査体制が組まれることになった。この捜査体制には各国の軍隊、警察組織、そして遊撃士協会が協力した。そんなことか。初めて聞きました。俺も初耳だな。あまり知られてないってことは相当やばい事件だったんですか？ああ、結局事件は解決したんだがね、かなり深刻な内容だったので結局は極秘扱いになってしまった。私は民間のアドバイザーとして偶然関わっていたんだが。ちょっと待ってください。もしかしてキーヤがその数年前にあったという事件の被害者である可能性が？そう思って当時の被害を改めて調べてみたんだが、キーヤ君に該当する子は結局見つからなかったんだ。
事件を起こしていた連中もほとんど検挙されるか自滅している。そのことが改めて分かったのでセルゲイ君に伝えに来たわけだ。そうだったんですか。少し安心しましたけど、まさかそんな事件があったなんて。ま、その事件についてはいずれお前たちにも話してやる。ただ結局キリアについては振り出しに戻っちまったんだがな。ま、いいんじゃないっすか。身寄りが見つかるまで俺たちが面倒見りゃいいんだし。ああ、当分の間はここで保護した方がいいだろう。ただ本当に身寄りがなかった場合、里親を探すなり教会の福音施設に預けることも考えるべきかもしれない。それはでもいずれそういうことも含めて考える必要があるってことだ。子供一人を預かって育てるってのは半端な覚悟でできることじゃねえ。どれだけその子が可愛くったってな。そうですね。まあ確かに猫の子を預かるのと同じわけにはいかねえか。すまない、厳しいことを言ってしまったな。そういえば任務から戻ってきたばかりみたいだな。報告もあるのだろうし、私はそろそろ失礼させてもらうよ。いえ、そんな。実は先生にも相談しようかと思っていた案件だったんですが。おう、私に？ええ、実は。なるほど、そんなことがありやがったのか。いかにも支援家らしい仕事じゃねえか。結局事件ではなかったので本人の説得はしませんでしたが、町に帰るよう説得くらいした方が良かったんでしょうか。うん、難しいところだな。遊撃士だったら説得や交渉も仕事のうちに入るんだろうが、警察の人間がそれをやった場合民事介入になる可能性もある。なかなか難しい線引きのところだね。やはりそうですか。まあいい年した大人なんだし余計なお世話ってもんだろう。これでガキだったらケツでも叩いて家に連れ戻してやるところだが。そうね。しかし天才的なギャンブルの腕と別人のような月と感か。先生、何か心当たりでも？いや、偶然かもしれないが、ここ最近似たような話を二つばかり聞いたことがあってね。本当ですか？まさか他にもギャンブルで一山当てたやつがいるとか？いやいや、そうじゃないよ。聞いた話というのは、とある証券会社の証券マンと貿易会社の経営者なんだがね、どちらも最近大きな損失を出して非常に困っていたそうなんだが、ここ数日で耳を疑うほどの素晴らしい業績を上げたらしいんだ。特に証券マンの方はまるで未来が見えていたかのような月と勘で株を売買したらしい。それはどこかで聞いた話だな。もちろんただの偶然だろうけどね。ただ聞くところによるとその二人の態度もあからさまに横柄になったという話でね、少し気になってしまったんだ。確かに気になりますね。うん、イアン先生、その二人の身元について詳しい情報は分かりませんか？ああ、その気になればすぐに調べられるだろうが、念のため確かめておくかね。ええ、できれば。課長、何か気がかりでも？ま、こういう家業をしてたら情報は大いに越したことはねえ。ただそれだけの話だ。なるほど、兄貴も言ってたな。捜査の決め手は勘と足による情報集めだって。さてと、私はこれで失礼しよう。君たちも気になることがあったらいつでも相談してきてくれたまえ。できる限りの協力をさせてもらうよ。イアン先生、ありがとうございます。その時はどうかよろしくお願いします。
ルバーチェの裏ルートが復活している？はい。ここ1週間で我々が潰した3つのルートが立て直されました。こちらも妨害しようとしたのですが、思っていた以上に抵抗が激しく。妙ですね。この状況で失ったルートをわざわざ取り戻すだけの余力が彼らにあるとも思えませんが、あちらの営業本部長殿がわざわざ動いたのですか？いえ、それがキリングベアの姿はなく、配下の構成員だけだったそうです。それも軍用犬は連れておらず、数名程度の少人数だったようで。ますます奇妙ですね。構成員一人一人の戦闘力ならば我々兵ゆえの方が上のはず。例のラインフォルト社製の重機関銃を持ち出したのですか？ええ、確かにその武装も持ち出してきたようですが、それ以上に戦闘能力そのものが大幅に向上しているとの報告です。なるほど。現在マルコーニ会長は議長閣下のお怒りを鎮めようと躍起になっているようです。どこぞの両兵団を新たに雇った様子もありませんし、大規模な戦闘訓練の報告もない。なかなか興味深いですね。我々の知らない切り札を持っていたということでしょうか？ええ、間違いないでしょう。しかも私の見立てでは尋常な切り札ではなさそうです。それこそインドのような状況を一気にひっくり返せるほどのジョーカーかもしれませんね。一体どんな手を？今の噂をすれば可能です。大変です。ルバーチェと思われる黒ずくめの一団による襲撃です。その数およそ10。キリングベアの姿はありません。たかが10名ごとき返り討ちにしてしまえ。警察は心配するな。正当防衛で何とでもなる。それが襲撃者の戦闘力は尋常ではなく、重機関銃を片手で軽々と振り回して。1階が突破されました。こちらに迫ってくるのは時間の問題かと思われます。どうやら頭脳派を拾っているわけにはいかないようですね。そうそう、モスか。出ますよ。だがこの程度でインドマンに頼っては、兵ゆえの名前、東方人外を支配する我らの力存分に見せつけてやりましょう。驚いたな、この目玉焼き。本当にキアが焼いたのか？そうよ。あまりに手際がいいんで思わず見惚れちゃったわ。いい半熟具合だな。ベーコンもカリカリで言うことなしだぜ。昨日のホワイトシチューを手伝ってくれた時も大した腕前でしたし、やはり料理の経験はかなりあるのではないかと。そうなのかな。手が動いただけなんだけど。確かに料理は体で覚えるところがあるけど、それにしてもこの年でここまで上手なのもすごいな。ねえねえキヨ、今日は大丈夫なの？ああ、見たところ顔色は悪くはないみたいだけど。あんまり無理はしないで休んだ方がいいんじゃねえか？いえ、大丈夫です。昨日も早めに休ませてもらいましたし。まあ急ぎの仕事もないし、少し様子を見た方が。
朝っぱらから珍しいな。フランさんかしら。はい、特務支援課ロイド・バニングスで。ああ、んなのはとっくに分かってるっつーの。今どこ、何してんのさ。ああ、ヨナか。おはよう。夜型のヨナがこんな早くに起きてるなんて珍しいな。はっ、そんなもん徹夜明けに決まってんだろ。ああ、もうそんなのはどうでもいいんだよ。でもまあ、その様子じゃ全然知らないみたいだな。知らないって何のことだ。大サービスでこのヨナ様が教えてやるよ。昨日の真夜中、いや日付は今日になるのか、ヘイユへの事務所が何者かに襲撃されたそうだぜ。なんだって。なんでもヘイユへの方は防戦一方だったみたいでさ、かなり被害も出たみたいだぜ。まあ襲ったのは間違いなくルガーチェの連中だろうけどな。そうだったのか。ありがとうユナ、情報提供感謝するよ。へっ、今度何かで返せよな。ユナからですか。ああ、どうやらとんでもないことが起きたみたいだ。本当なの。おいおい、マジかよ。真夜中とはいえ市街地でそんなことが。それが本当なら一家あたりがとっくに動いてるんだろうな。気になるんなら行ってこい。ただし飯を食ってからな。はい、そうしてみます。あ、ティオ大丈夫か。ええ、問題ありません。朝食を済ませたら港湾区に向かいましょう。